アイテム番号 SCP-461-JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。2000年月日時点の特別収容プロトコル1。SCP-461-JP の土地は財団のフロント企業により買収し、民間人の立ち入りを禁止してください。SCP-461-JP を東口から入り、南側にある16本目の欅と17本目の欅の間によるSCP-461-JP1 の発生から消滅までの時間を記録し報告してください。タス2000年月日時点の特別収容プロトコルに、SCP-461-JP の土地は財団のフロント企業により買収し、民間人の立ち入りを禁止してください。SCP-461-JP を東口から入り、南側にある16本目の欅と17本目の欅の間を常に監視し、記録してください。追記2000年月日SCP-461-JP の特異性は消滅しました。異なる場所が SCP-461-JP へと変化する可能性があるため、調査を進めてください。説明、SCP-461-JP は、県、村の郊外に位置し東西に伸びる並木道です。112本の欅から構成され、全長は300メートルほどになります。SCP-461-JP を東口から入り、南側にある16本目の欅と17本目の欅の間は、日本標準時における16時ちょうどから、10秒程度の時間 SCP-461-JP に酷似した別の場所、以降 SCP-461-JP-1 と呼称、へと通じます。SCP-461-JP-1 は SCP-461-JP に濃い霧がかかったような場所です。SCP-461-JP-1 では SCP-461-JP における東口の出口が西口の入り口へと、西口の入り口が東口の出口へと通じています。SCP-461-JP-1 では15歳程度と見られる女性、以降 SCP-461-JP-2 と呼称、の存在を確認できます。SCP-461-JP-2 以外の生物は確認されていません。SCP-461-JP-2 は SCP-461-JP-1 へ立ち入った人物、以降被験者と呼称、を認識すると、友好的な態度1で近づき、かくれんぼ、をすることを提案してきます。この際 SCP-461-JP-2 は自らを、子、被験者を、鬼、で開始することを要求します。この提案や要求を受け入れない場合、SCP-461-JP-1 は消滅し SCP-461-JP へと戻されます。この、かくれんぼ、では、SCP-461-JP-2 は112本の欅のいずれかの裏に隠れます。この時隠れる場所に規則性はなく、ランダムであるとされています。SCP-461-JP-2 と、かくれんぼ、を行い SCP-461-JP-2 を発見した場合、SCP-461-JP-2 は自らを発見した被験者に、その被験者がかつて、なくしたもの、を渡します。この際 SCP-461-JP-2 は、なくしたもの、の姿形を真似、自らを発見した人物に見つけてくれたことに対する感謝の言葉を述べます。この、なくしたもの、を受け取り、感謝の言葉を述べられたと当時に SCP-461-JP-1 は消滅し SCP-461-JP へと戻されます。実験記録 461-JP-01、2000年月日対象B-10020 B-10022 実施方法 B-10020 と B-10022 の2名を SCP-461-JP
1にて SCP-461JP2 と、かくれんぼ、を行わせる。結果、先に D-10020 が SCP-461JP1 に入ったと同時に SCP-461JP1 への入り口が消滅した。分析。SCP-461JP1 には1名しか入れないようだ。実験記録 461JP-02-2000年月日。対象 B-10118 実施方法 B-10118 を SCP-461JP1 にて SCP-461JP2 とかくれんぼを行わせる。結果 B-10118 が SCP-461JP2 を発見した際 SCP-461JP2 は膝を抱え頭をうずめ丸くなった状態であった。その後 SCP-461JP2 は、見つけてくれてありがとう、と述べ、角が取れ、小さく丸くなった消しゴムを D-10118 に手渡した。受け取ったと同時に SCP-461JP1 は消滅した。分析。D-10118 は消しゴムを受け取るまで、自分がこの消しゴムをなくしていたということを忘れていた。そのため本人に、なくしたもの、の記憶があるかどうかは無関係のようだ。実験記録 461JP-03-2000年月日。対象、B-10130、実施方法、B-10130 を SCP-461JP-1 にて SCP-461JP-2 と、かくれんぼ、を行わせる。この際、かくれんぼ、後に渡される、なくしたもの、をこちらから指定する。結果、B-10130 が以前なくした靴を SCP-461JP-2 に、かくれんぼ、後に渡してほしいという旨を伝えた。SCP-461JP-2 はこれを了承。かくれんぼ、後に D-10130 が以前なくした靴を手渡した。この時 SCP-461JP-2 は超うざい大前屈のような姿で、背中にリボン結びにした紐をつけていた。靴を手渡す際 SCP-461JP-2 は、忘れないでいてくれてありがとう、と述べ、受け取ったと同時に SCP-461JP-1 は消滅した。分析、かくれんぼ、後に渡される、なくしたもの、は指定が可能なようだ。また SCP-461JP-2 の言葉から SCP-461JP-2 は、なくしたもの、の気持ちを想像し、表現しているようだ。実験記録 461JP-04-2000年月日。対象、B-12880、実施方法、B-12880 を SCP-461JP-1 にて SCP-461JP-2 と、かくれんぼ、を行わせる。この際、かくれんぼ、後に渡される、なくしたもの、をこちらから指定する。指定するものは人間にする。結果、B-12880 が昔死亡した婚約者を SCP-461JP-2 に、かくれんぼ、後に渡してほしいという旨を伝えた。SCP-461JP-2 はこれを、彼女はここにはいない、と拒否した。その後、かくれんぼ、を行った。SCP-461JP-2 発見時、SCP-461JP-2 は手を後ろに組み、B-12880 を見上げるように立っていた。その後、ありがとう、と述べた。この言葉と同時に SCP-461JP-1 は消滅した。分析。B-12880 は、かくれんぼ、後何も渡された様子はなかったが、B-12880 は、かくれんぼ、後、婚約者との思い出が鮮明に思い出されたと述べている。また SCP-461JP-2
2を発見した際の SCP-461-JP2 の立ち姿が、婚約者を彷彿とさせるものであったと述べていることから、かくれんぼ、5、婚約者との思い出を、なくしたもの、として渡されたと思われる。なくしたもの、は形の見えるものだけではないようだ。またこの後も人間以外の生物を指定した実験を何度か行ったが、いずれも SCP-461-JP-2 は、ここにはいない、と拒否をした。生物を SCP-461-JP-2 が、かくれんぼ、5に渡すことはないようだ。SCP-461-JP-2 へのインタビュー記録、1。対象、SCP-461-JP-2。インタビュアー、博士、不機。インタビューは、博士が SCP-461-JP-1 にて SCP-461-JP-2 を発見したところから開始する。録音開始、2000年、月、日。博士、やあ、はじめまして、SCP-461-JP-2。はじめまして、おじさんは迷ってここに来たんですか？それとも最近よく来る人たちの仲間の人？博士、後者の方だよ。でも今日は君と、かくれんぼ、をする前に少しお話をしたいんだ。かくれんぼ、は、それからでいいかな？ SCP-461-JP-2、ん？別に構わないですよ。博士、ありがとう。私の名前は、皆から、博士って言われてるから、博士とでも呼んでもらえればいいよ。君の名前は SCP-461-JP-2。名前か、覚えてないんですよね。博士、覚えてない。SCP-461-JP-2。そうなんですよ。ここに来る前のことに関して何にも思い出せないんですよね。気づいたらここにいたんですよ。博士、ここに来る前ということは、君は昔違うところにいたということかな？私たちと同じ世界、SCP-461-JP-2。多分そうですね。博士の言う世界が私の思っている世界なら、まあ、覚えてないからはっきりと断言はできないですけど。博士、なるほど。では君はこの世界に来てどう思ったのかな？ SCP-461-JP-2。なんとも思わなかったですね。自分でも不思議なほどに。それどころか少し落ち着く感じもありました。それに最初はお腹も空かないし、眠くもならないから私死んだかな？って思いましたね。違うみたいですけど。博士、違う。どうしてそう思ったのかな？ SCP-461-JP-2。皆がここはそんな場所じゃないって教えてくれたんですよ。博士、皆とは誰のことかな？ SCP-461-JP-2。誰かが、なくしたもの、です。ここは誰かが、なくしたもの、が集まる場所なんですよ。誰かが何かをなくしてしまうと、皆ここに隠れてしまうんです。皆がそう教えてくれました。博士、皆の中には君以外の人はいるのかな？ SCP-461-JP-2。いえ、いないですね。それどころか私以外に生きている者もここに来たことはないです。どうしてかはわからないですけど。博士、そうか。では君はなぜ、かくれんぼ、をするのかな？ SCP-461-JP-2。それはですね。ここにいる子たちは皆隠れてしまっている。けれどなくしてしまった人たちに見つけてほしいと思っているんですよ。だから私が、かくれんぼ、をして、その子が隠れてしまっているところに一緒に隠れて見つけてもらうんです。皆は隠れてしまった場所から動けないから、博士、かくれんぼ、の時のモノマネやお礼も皆のため、SCP-461-JP-2。そうですね。皆、私以外と話せないから、そろそろ、かくれんぼ、しましょうか。博士に見つけて欲しがっている子もいますし。博士、そうしようか。かくれんぼ、なんて何年ぶりかな。録音終了。終了報告書。今回のインタビューで SCP-461-JP-2 がもともとは我々の世界にいたかもしれない可能性が出てきました。このことに関しては調査を進めていくことで、SCP-461-JP の発生の原因を突き止めることができるかもしれません。
さらなる調査のため SCP-461-JP2 のインタビューは、引き続き続行していきます、博士。ポイ12000年月日 SCP-461-JP1 へと通じる時間が日本標準時における16時ちょうどからおおよそ30秒もの間になっていることが判明しました。これに伴い SCP-461-JP1 の発生場所である SCP-461-JP の16本目と17本目の欅を見張るよう監視員を2名配置し、SCP-461-JP1 の発生時間を記録してください。この他異常が発見されるようであればユークリッドへのオブジェクトクラスの変更も検討されます。SCP-461-JP2 へのインタビュー記録5。対象 SCP-461-JP2 インタビュアー博士フキ。インタビューは博士が SCP-461-JP1 にて SCP-461-JP2 を発見したところから開始する。録音開始。2000年月日。博士、やあ、久しぶりだね。SCP-461-JP2 久しぶりですね、博士。今日もインタビューしに来たんですか？博士、まあそんな感じだね。じゃあ早速質問いいかな？ SCP-461-JP2 いいですよ。博士、最近ここに通じる時間が伸びてきているんだ。何か心当たりはないかな？ SCP-461-JP2 ありますよ。多分私が原因ですね。博士、君が原因。SCP-461-JP2 そうです。ずっとここにいて分かったんですけど、私はこの場所の親木みたいなものなんだと思います。この場所の親木に私は選ばれた。だからこの場所の親木の私が消えることで、ここも消えてしまう。そういうことだと思います。ここに通じる時間が伸びてるのはその前兆だと思います。博士、いろいろ気になるが一つ一つ聞いていこうか。親木に選ばれるとは、SCP-461-JP2 ここに来た時皆が言っていたんです。今回は君が選ばれた。って、最初は意味がわからなかったんですけど、最近そういう意味だって理解できたんです。詳しいことや私が選ばれた理由はわからないですけど。博士、なるほど。では君が消えるというのは、SCP-461-JP2 ここにいる皆はずっと隠れているわけではないんです。ある時が来ると消えてしまうんです。博士、ある時というのは、SCP-461-JP2 皆をなくしてしまった人が亡くなってしまった時です。博士、そうか。つまり君も皆と同じ誰かが、なくしたもの、であって、その誰かも亡くなりかけてるということかな。SCP-461-JP2 そうですね。なんとなくですけど自分がもう少しで消えてしまうと感じることができるんです。博士、なるほど。それは困るな。私たちは君やこの場所を確保し、収容し、保護しなくてはならない。だから消えてしまうのはこちらとしては困る。君が消えないよう私たちで善処させてもらうよ。SCP-461-JP2 ありがとうございます。少し暗い話になっちゃいましたね。かくれんぼ、しましょうか。博士、ああ、そうしよう。録音終了。終了報告書。今回のインタビューで SCP-461-JP2 が消滅しかかっていることが、SCP-461-JP の異変の直接の原因となっていることがわかりました。SCP-461-JP が消滅の危機にあるとして、その原因となる SCP-461-JP2 の消滅を防ぐため、調査を進めていきます。また SCP-461-JP が私たちの世界から親木となる人物を選出し、SCP-461-JP を作り出している可能性があります。こちらも調査を進めていきます。博士。ポイ2000年月日 SCP-461-JP1 へと通じる時間が3時間6時間ほどになり、
発生時間にもばらつきが見られるようになりました。これに伴い SCP-461-JP-1 の発生場所である SCP-461-JP の16本目と17本目の欅を常に監視し記録し、報告をしてください。SCP-461-JP-2 へのインタビュー記録、6。対象、SCP-461-JP-2。インタビュアー、博士、フキ。SCP-461-JP-2 が2000年月日の D クラスによる実験を行った際、博士のインタビューを再び受けることを希望し、博士が許可したためインタビューを実施しました。録音開始、2000年月日、博士、やあ、今日はどうしたのかな？指名してくるなんて、SCP-461-JP-2。深い意味はないですよ。ただ博士にお礼を言っておこうと思ったんで、ありがとうございます。博士、私は君にお礼を言われることをしてきた覚えはないが、SCP-461-JP-2。そうですか？私は感謝してますよ。言いたいことはそれだけです。かくれんぼ、しましょうか。博士、ああ、そうしよう。SCP-461-JP-2。博士、博士。何かな？ SCP-461-JP-2。見つけてくださいね。私のこと。博士、見つけるさ。録音終了。終了報告書。この、かくれんぼ、にて SCP-461-JP-2 は、112本の欅のどこにも隠れている姿が発見されませんでした。それから数分後、SCP-461-JP-1は消滅し SCP-461-JP の特異性は消滅しました。SCP-461-JP-2 へのインタビュー記録。5から SCP-461-JP は親機を変え、異なる場所を SCP-461-JP へと変化させる可能性があります。そのため SCP-461-JP の調査は今後も進め、SCP-461-JP を見つけ出してください。博士。